ということで今回はこれは何円オリパだっけ、400円オリパ、800円オリパを紹介します。中野のね、とある店の800円オリパ、店名聞くの忘れちゃったなんかショーケースのショーケースですね、はい、ということでまずマスクドピカチュウのね、これねプロモカードですね。もうなんかあんまり見ないし見かけないカードですね。 XY レギュレーションのプロモカードです。これ国権の初見あれかな、初購入特典のわからん、まあ、ちょっと調べて出しておきますけど、どこ収録か、どこ収録っていうか、どこのプラドなのか、ね、出ない。こっちのカルネは、レアージカルネで SM6 なので禁断の光ですね。この間調べた、まあ、ちょっと屋外で撮ってるんでね、出ないちょっとあ、結構ごちゃごちゃだな、ごちゃごちゃだね。最高バチャール、バチャールじゃない最初かな、まあ、この辺はでも SM ですね、記念抜き、まあ、あんまね、ちょっと有益なカード期待しない、まあ入りつつね、アクアダンのトトグラ、古いなあ、デンジスパークなんだっけ、このボイルのデンジスパーク、ピッピッドンネルからからしついて、どうする、これは ADV だね、うん、この辺はだいぶ、あ、バトラーやん、バトラーの手首は、ほんとだ、お、これなんだ、ファングス、ファングス、あ、この辺懐かしいな、ここなんか、あ、ポケナビだ、お、いいやん、ポケナビ、ここでいいやん、使えますよ、まだ現レゲにあるカードなんだけど、しかもこっちに向いてるから俺めちゃめちゃ取りやすい、そう、お、ダイゴのアドバイス、ダイゴのアドバイス、めちゃくちゃ強い、ダイゴとかってなんだっけ、あ、弱点がなくなるんだけど、この辺は、ね、ダイゴのアドバイスがマジで強い、ね、あ、現レゲ、あ、これちょっとあれな、当たって TL のサナハ、この辺は B、向きが結構、XY、あ、これじゃん、マグマナ、ザンゲス、ザンゲス、ファンス、ファンス入ってんだ結構ね、アカーダン、何々ダンとかしか結構多い、パケラー、パケラー入ってて、エネルギー転送、今あったら最強カードだよ転送めちゃくちゃ強い、マラナギ、こんなもんかな、カルネ、ビジュアル、チレン、そんなもんですね、レッドカード、あー、まあレッドカードか、こんなもんか